様、志村様のご無事を祈っております。 私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが上りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う、達者で。
動け。レギオン発進だ。ゆえ。さあ来い。ガルティンさ。動くな。助かりました。ですが他の仲間は誰一人。どこで捕まった？アザモの東の海岸の四つ辻で、漁師がいつも使ってる道です。近づくでないぞ。始末は任せよ。紫の菊だ。このお花のことを法師が話しておったな。冠に続いておるはず。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の伊織への地図。はい、やあ、うわっ、
安らかに眠れ。変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。安らげるよう願う。
こっちだ、影。
こへ。Yaxşı dostlu!待たせてしまったな。逃げられそうか。体は動きますが、猛虎が川の上の辻から見張っとるんです。アザモの方には危うくて行けません。始末しておこう。
試しといくぞ。船の修繕のため木が切られてます。どこで？東の海岸の宿営です。ここにも紫の菊、忠頼の庵は近いな。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。猛虎だ。なぜここが分かった？地図、冠のものと似ているな。忠頼の庵。
誰の墓だろうか。紫の冠と同じ子を抱いて間もない。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて弓引かばあまたを射抜く。長尾家の家紋だ。ただよりの一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い盗人風情め。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は阿座浦を永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。阿座浦を見守る。村の裏にある山か。音がした。調べよう。音がしたような。本当に何か音がしたのか。
音がしたぞ。誰が相手だ。スカルタクサブ。キルチネルレイ。
静かなり。岩尾が来たり苔ごろもなお這い上る崖の玉松。一番手は誰だ？